では一つ目ですが、秋田ハムというお店です。無添加にこだわったマイスターのお店です。中村公園駅からですと徒歩20分弱ほどかかりますが、車なら5、6分という場所で、駐車場の方も何台か用意されているので助かります。本場ドイツで修行されマイスターになった店主さんが真面目に営むハム屋さんです。上質なハムやソーセージがリーズナブルにいただけるランチはとっても人気です。営業時間のランチに関しては11時から15時、ラストオーダーは15時です。販売の方は18時までやっております。定休日は月曜火曜です。中村区にあるこちらは本店ですが、加工山店の方は販売のみの店舗となります。ドイツに8年、ドイツの国家資格である食肉加工マイスターを取得。地元名古屋に2009年創業以来ずっと愛され続けるお店です。今日は基本のランチセットをいただきます。味はとってもジューシーで素晴らしいです。こんなに美味しいものは他ではいただけないのかなと思います。このソーセージのレバーケーゼは機会があれば皆さんにもぜひ味わってほしいです。夜の営業はされていないのでちょっと残念ですね。プレッツェルがお目当ての方は売り切れてしまうことがあるのでお早めに。オープン直後に満席になってしまうお店、今日は予約なしで来ましたが入れてラッキーでした。2つ目のお店はビストロドラードというお店です。栄にある隠れ家的洋食屋さんで、栄駅から徒歩7分ほどのところ、伏見駅からも7分ほどのところにあります。エレベーターで2階に上がると目の前がお店になります。ランチタイムの営業は火曜、水曜、金曜、土曜です。フレンチベースの手の込んだお料理と厳選されたワインをリーズナブルにいただけるお店です。お店の11時半オープンに合わせて予約を入れましたが、なんとあっという間に満席になりました。やはり予約はした方が良さそうです。夜はランチよりも高くなってしまうので、1000円で楽しめるランチは相当お得だと思います。そういうお店を探すのがすごく嬉しくて楽しいです。今日いただいているランチは日替わりです。メインとスープ、パンかライスを選んで、食後はコーヒーか紅茶もついてきます。カウンター席に座っていますが、奥行きもあって広いですし、何より居心地がとってもいいです。1000円ランチは3種類あって、一番人気は粗挽きハンバーグのようです。本日最後のお店は猫の店長がお出迎えしてくれるカフェ泉というお店です。久屋大通り駅から徒歩6分ほどのところ、テラス席もある古民家カフェです。月曜から土曜日、ランチは11時から15時まで、15時から17時まではティータイムです。定休日は日曜日。ジャズが流れる雰囲気のあるお店、ロフト席は常連さんに大人気です。素敵なテラス席でランチをします。17時からはお酒もいただけます。ランチの種類は豊富でとても充実しています。サラダやドリンクもついてお得です。暑いから気をつけて。ランチタイムの13時までは OL さんでいっぱいです。ゴロッとした自家製ハンバーグはジューシーでとても美味しかったです。ランチの他にもスイーツがお値打ちに楽しめます。今日は店長の小太郎さんには会えませんでした。